18切符で東北本線を南下中。福島県の南側、新白河って駅にいるよ。今日はその新白河からとにかく南下して黒磯、宇都宮の方に行きたいんだけど、その手前にまあまあの難所が立ちはだかるから、今日はそこを乗っていくよ。とりあえずどうも変な位置にある、やたらでかい車止めの奥に止まる、あの車両の元に行こう。これは余談だけど、ここ本数が少ないから、この撮影前に新白河の駅構内で20分くらい暇を潰してた。一人と佇むのは E531系、常磐線でおなじみの車両。ここ基準で言ったら長い編成、5両でゆったりお客さんを待っているよ。北側からは2両やら4両やらがやってくるけど、こちらは余裕の5両。18切符シーズンとはいえまだ余裕があるから、ちゃっちゃと乗り込んじゃおう。E531系だもの。車内にはロングもボックスもあるよ。でも短時間乗車だからどっちでも、撮影的にはボックスの方が楽だから、ボックス確保。あと発車までも20分くらいあるから、そうした意味でも、ね、座席はそこそこくらい。JR 東日本の椅子って非難されがちだけど、案外深く腰掛ければいいものだよ。ヘッドレストはノーコメントで。17時9分新白河着の東北本線を待ってからの出発。車内も混んできて、ちょっと席確保が難しそうだったから、1本前のに乗ってきて正解だったかな。ボックスも相席状態だから、少なくとも水戸線よりは混雑してる。鳴り終わったところで新白河発車。こっから23分くらいかけて栃木の黒磯を目指すよ。この区間は過去動画で何回かふわっと触れてるけど、この動画ではきっちり焦点を当ててくよ。まずは軽くつまもう。かつて740キロ近くあった東北本線、今でも500キロ以上あるけど、この新白河と黒磯の間、福島と栃木の県境を超える区間は 22.1 キロ、全体の 5% もない短いゾーン。こんな短い区間だけど、今も昔も担う役割は大きなものだよ。まず今からこの区間はもともとは新白河で分割されていなくて、黒磯で一回系統分離する、そのくらいだったよ。黒磯での分割理由は、黒磯で首都圏エリアが終わるっていうのと、もう一つ理由があって、それが黒磯駅で硬直流が変わること。要は黒磯を境に優先できる車両が変わること。黒磯より北に行くと交流、黒磯から南は直流の電気が流れているよ。でもなんで黒磯を境にそんな面倒くさいことをしたのかというと、そもそも東北地方と関東地方では路線の性格が違うから、言い換えると交流直流それぞれに適した路線状況があるから、まず都会は本数も両数も多い、平然と短い重量とか言い出し量産しないと混雑率が漏れなく地獄行き。だから本数確保を目的に車両コストを下げられる直流を採用した側面があるよ。とすると交流の利点欠点もわかるかも。交流は換算区間だから車両数は多くはいらない、むしろ設備を簡略化させたい。そこで交流電化の強みが生きるよ。それが地上設備を減らせるという点。直流は交流に比べて構造それ自体が単純、変圧器を使えば電気抵抗も少なめにできる、抵抗で減る電気量が少ないから電車に送る電気をきっちり届けられる。だから電力を供給する変電所の数を節約できるよ。もちろん車両コストはかかるけど、変電所の数を多くするよりは効率的かも。そもそも車両数自体が少ないから車両コストは大きな問題じゃない。これに加えて硬直流電車があるよ。もちろん交流と直流の両方も走行可能、スイッチ一つで交流と直流を走れる優れものだけど、ただでさえ費用がかさむ交流車両に直流設備まで付け加えたらどうなる。それはもう行き地がいっぱいさようならせることだから、なるべく車両数を削ったり車両の他の部分で節約を図ったりしてるよ。ただ新白河と黒磯の間は硬直流が変わるから、それに対応すれいい防災地形をということ。今が終わって黒川とか誘致マップ多い川を渡っていよいよ栃木県境も越えたことだし、ここからは昔の話でもしよう。古代には白川の辺りに咲き、物流や人流を取り締まるところがあって、そこが古代には国境というか壁的な役割を果たしてたよ。
していたんだけど、だんだんそれが衰退していった。それで白川崎も本来の役目を終えていった。でもそれからは自然の豊かさから摩訶の名所として第二の人生を歩んだよ。かの松尾芭蕉も奥の細道に白川の関を越えようとするところを描写してるよ。白川の関、なんだか廃駅とか秘境駅とかそこらの成り行きに似ている気がする。ところで白川の関の場所は江戸時代まであまり分かってなかったんだけど、白川藩主のあの松平定信がここじゃねと調べた末、1800年にそこっぽい場所に石碑が立った。ちょうどこの豊原から東に 6.5 キロくらいの距離にあるところが白川の関って言われてるよ。昭和時代にはそこをメインに発掘作業が行われ、武器やら何やら見つかったよ。位置が不明瞭なだけに特に遺構はないけど、白川の関に惹かれる思いは現代人にもあったい。ここ白川を越える時の心の弾み方もまた昔からのつながりかもね。今と昔の話はそろそろここまで。ここからは鉄道の観点からこの付近の直近の編成を見ていこう。この区間に E531系が来る前は東北方面からの701系や E721系が直接黒磯までやってきてたよ。こいつ直接黒磯に腕乗り入れ続けてきたけど、2017年に黒磯駅で故障が発生。理由は黒磯駅で交流車両の E721系に直流電気を流して機器がショートして車両が故障したから、黒磯駅では適宜交流と直流を切り替えてたんだけど、流し方をちょいミスっちゃって車両が壊れちゃった。その2017年夏に起こった事件の再発を防ぐため黒磯駅を完全に直流電化しようとなった。交流直流は黒磯駅構内じゃなくそのちょっと北でやることにしようとなった。それでまずは東北系車両を軒並み黒磯で禁に、その秋から E531系という電車やキハ110系という機動車を導入して応急処置は終わり。でもせっかく電化してるんなら電車に各なるべくワンマン対応車で統一したいもの。そこでワンマン対応8万電池使用の E531系3000番台をフルに活用する形で、万越東線の方から借りていたキハ110系には帰ってもらったよ。今は十番線の各社の方から E531系を借りたりしながらぼちぼち頑張ってるよ。水戸線から東北本線への送り込み運用もある中できっちり車両を回しているんだ。さて概要終わり、列車は那須高原で有名な那須町をどんどん南西に進んでいくよ。ところで東北本線 E531系 区間は那須塩原市、那須町、白川市を通っていくけど、新白川駅が属するのは村、西郷村、ローカル区間の中で唯一村に属するよ。その新白川駅はもっと言うと村の中では新幹線が止まる唯一の駅。さらに東北本線の東京から盛岡の中では最も標高が高い駅らしい。標高トップで宿舎的役割を持ってるくせにちっちゃい村に属する、なんだかちぐはぐ駅。山椒は小粒でもピリリと辛い。東北本線は小粒区間でも5個しか飛ばす。この区間の標定速度はおよそ時速58キロ。さすがに他の区間よりかは遅いけど、それでも力強めな走りを見せてくれるよ。この区間の最高速度は時速100キロだから、E531系が時速130キロで本領発揮することはないけど。さて次はいよいよ終点黒磯。ここからは宇都宮方面に向かう。宇都宮線に乗り換え可能。栃木県民の圧で黒磯以南の東北本線は宇都宮線という愛称で呼ばれ始めたけど、東武宇都宮線とは被るし、埼玉、福島県民の怒りを感じてかわいそうな愛称の路線。そんな黒磯からの宇都宮線は5両から切って E131系600番台の3両になるよ。前まではこんな感じの4両205系が使われていたけど、就位基本の9年で5枚が古いからあっち行けとなって E131系に追い出されちゃった。E131系が入ったり E531系が活躍したりと激動の東北本線。今後しばらくは新車両の導入はなさそうだけど、何かしらの動きには期待したい。列車はゆっくりと高野川を渡ってそれからほどなくして黒磯へ。黒磯の乗車人員は2000人弱。新幹線は止まる那須塩原の3分の2くらい。空港第2ビルや見つけが黒磯の乗車人員に近いかな。でも新白川よりは 10% くらい多い。やっぱり東京に近いメリットは大きい。それとも村ごときが新幹線を置いたって市には勝てねえよが母って意味。そんな黒磯駅、その昔は黒磯の2駅南側西那須野駅とともに新幹線の一騎打ち合戦に参加したよ。それは新幹線が止まればある程度の経済効果はあるに決まっている。だからお互い一歩たりとも譲らなかった。結局その真ん中にある東那須野駅、今の那須塩原駅に駅を置くことになった。もともと言うと列車の止まらなかった駅だし、何より折衷案かと言われると微妙な気が。黒磯には天皇がご利用なさった貴賓室もあったけど、普通新幹線があるならそっちを使う。それからも特急の廃止やら何やらで
室井佐伯はゆったりした時間が流れる空間に臨時列車を除き完全な系統分離が行われ、今年のダイヤ改正で東京からも遠くなった室井佐伯、貴賓室の存在やらの寿司おばらし所属やらポテンシャルはありそうだけど、まあ頑張れ。というわけで黒磯到着。かつてほど栄えてなくともホームはやっぱり立派。というわけで今日は東北本線の美誕寺、新白川と黒磯の間を乗ったよ。難所なのは今も昔も変わらずとも、やっぱりそれだけキーとなる区間。みんなも18切符で乗るときはぜひじっくり乗ってみてね。常磐線ナウってツイートしてフォロワーを欺くのもあり。この後はあの H31 系で宇都宮とか東京の方に戻るよ。もう黒磯ダッシュは最初から諦めてる。じゃあまたねー。ブラウザバックしなくて以来ですね。というわけでここからは1年半前の動画素材を使いまして、郡山から宇都宮のワープはお得なのかを軽く説明しようと思います。言ってしまえば白川の席をガン無視するスタイルです。実際ね、乗り換えきつくないですか。郡山、新白川、黒磯、宇都宮と細かくやるのだから、思い切って新白川と黒磯の乗り換えを省いちゃおうという魂胆です。結論から先に言いますと、まずここ以外でうまくワープできないか考えた方がいいかも。例えば郡山と福島、これはもう鉄板です。それ以外にも新白川から宇都宮なんかは北方面からの接続がまあまあ取られています。あれこれも察してもここが一番かもってなったら、この区間を考えてみてください。白川の席に何か恨みでもあるのなら、ここで乗ってもいいと思いますよ。E5 系は自由席でも、レベルの高い合格点を超える新幹線、オールウェイズ出してくれます。調節可能な枕、座り心地のまあまあ良い椅子、ボックスシートでは味わえぬ優越感、加えてコンセントや Wi-Fi もついているので、長旅でもまあまあ安心です。改めて、E5 系という新幹線の完成度の高さを味わうこともできます。標定速度時速50キロ?ガハハハハ、っていうノリで飛ばしてくれます。列車はちょうど新白川付近を通過中。気持ちいい。さて、先ほどはあれやこれや言いましたが、このワープ、時には結構な効果をもたらします。この区間は新幹線で乗ると4,620円。ワープの値段で言ったらギリ許容範囲内?でも在来線で行くとき、長いこと停車や乗り換え待ちを食らう場合には、最大に時間節約できます。ですが、東北本線はなんというか、乗り換えがサクサク進む時とそうでない時の差が激しく、本当に乗り換えがスムーズな時は、1時間程度のショートカットにとどまるので、そうした意味でも、他の区間でできないか試してみてね、ってことです。今回は他の区間のワープが合わなさそうなので、じゃあここで乗るか、という流れでした。東北本線18切符旅は、東海道線のそれよりも、戦略性が問われる気がします。ちなみに分割乗車券で節約する技は、この区間では使えなさそうです。おとなしくタッチで GO とか使いましょう。まもなく、宇都宮です。ドアが開きます。小粒解説でした。この区間を超える時の参考にでもしてみてください。今度の今度こそ本当に終わります。